いやスタジオのあのーうん、なんていうのコロナの時の対策のアク,アクリル板が撤去されているというわけなんですよ。ま、これは喋っていいんですよね。言っても全然いやもうやっと日常が戻ってきた感じはしますね。とみんなの顔が見れる三年ぶりぐらいですよ。このアクリル板一応今横にえってやってあるけどさ全捨てかな。全 <laughs> なんか全捨て問題あるよねその。<laughs> わか,か、ね、資源問題みたいな。 なんかラーメン屋とかのやつもね結構言われてるからね今どうすんだよみたいな、うん、もうアクリルパネルアクリルパネル、うん、アクキー作るしかないのか <laughs> これで,これで切り出してね <laughs> <laughs> みんなの飛まつがついたあっ挟んでかアクリルの可愛いやつとか作るしかないのか <laughs> いやすごい戻ってきましたね本当に、うん、であの前回放送だとゴールデンウィーク終わった時に放送してたんですけどゴールデンウィークどうするんだみたいな話してたらしいんですけど、はい、<ー>皆さんゴールデンウィークどう過ごしました 覚えてねえなあれでしょ一応さ我々1233日前か3日前にゴールデンウィーク以来の撮影をしたんだよね確かそうですねんかもう飛んだわいやんか僕はゴールデンウィーク本当ずっと家にいたんですよ YouTube 見て本の執筆というかねこうんか修正作業してんか飯食って酒飲んでっていうもう本当にお家でね 腐ってたんですけど、なんかやっぱりね、それやってると早く撮影してえなって気持ちになるよ僕はいつも。ああ、なるほどね。結構楽しみしてたんだよね、ことうん、うん、あの撮影を。でなんかもうすでに疲れるわ撮影って。<laughs> <laughs> いやでもなんか今週は。 結構こっってりこってりなあのスタートにしゃこってりやねってなかなかのカロリーだった感じだったね昨日もだって昨日すごかったなまたね話したいと思いますけどね結構1週間分くらいのね使ったよねね大汗かいた後に冷や汗かいてねえすかった感情がわかんなくなっちゃったもん全て別ジャンルの疲れだったそうそうそうでゆうはゴールデンウィーク何してた俺はまあ 家で過ごしたり、まなんか東京をまあいろいろ回ったり友達と遊んだり、ま特に北海道行ったのが結構でかいかな。テシカガっていうなんか北海道の東の方。もう札幌じゃないんだ。そう。どうどうって行くのそこ。え飛行機がそうあんのよ。北海道うん。五個ぐらい空港があって、むずいんだけど釧路空港で降りて、そこから車で一時間の駅地になぜか行く。でも何それ別荘みたいなところでゆったり。 ジョージとリサさんもいて一緒に過ごしてバーベキューもやってみたいない本当ザ・ゴールデンウィークみたいな相当チルな時間だったねああまあもう,もう俺も言った通りの過ごし方はしたからねっていうかまあ娘が熱出したからああねもうそれどころではなかったああ休みどころでもいやなんかね僕は夢丸あはまだね味方だと思ってるんだけど夢丸はまださああ大阪とか行っておいしいもの食べて酒飲んでああああああ ホテル寝寝でっていうね観光するじゃないなんか他のやつらさわざわざ移動してさあ,あ,あのでかい部屋の中でさ <laughs> ゆったり ねチルチルとか言うやん。うん、なんだそれ、まあ、いいだろう別に。家でも一応。家でもねできるじゃないかと。と気分が違うんだよロッジとかあの木木ばっかりのさ、うん、の大自然の中とかそういう気分が違うんだよ。うん、なんかお金持ちの人ってさ、うん、わざわざ移動して部屋でグースか寝てるやん。うん、なんなんあれそれやいやだから俺思うのはすごくいい自分の理想のね旅行っていうのは。うん あ名古屋でもいいわけよ実際、うん、名古屋でホテル取って安いホテルでいいから、うん、もうその辺の飲み屋歩、うん、ほっつき歩いて寝るだけホテルはそう次の日のことを考えずに飯食ったり酒飲んだりしていい日、うんうん、そうそうそう酒好きや酒好きだから何かやっぱ旅行で一番楽しみなのは飯と酒だからな <laughs> <そ>う, <laughs> うん いや観光スポットでしょ普通に <laughs> いや, <laughs> いやお前 <laughs> いやしてるよちゃんと火山とか行ったしああそんなんあんだねいやでもなんかそういうのはまあまあちょっとでいいわほんと一瞬早く、ね、早く夜になってくれっていいるね私、ね、昼からさ<ー>かこいつらはおなか<な>いっぱいになってまうからおいおえ もっとも移動してわあってグワーって狙いといやいや大阪だって俺6件発症したんだよ <laughs> 最後はすごい、ね、腹はちきれそうになりながらおでん食ってたんだから気持ち悪いって言いながらおでん食って最後 <laughs> あの三角公園雨村なんか結構若い子がいるところ行って、うん、大雨で、うん、大雨なんか傘さしながら歩いてるっていうのが最後の記憶です <laughs> <laughs> 記憶も途切れ途切れになってるよもったいなくないですかいやまあまあその記憶なくなるのはもったいないねって思うけどまあしょうがないでも面白いって記憶はね残りますからもう僕は押していきたい今度一緒に旅行する僕もゴールデンウィークのまあ家基本僕は家飲みだけど2日間記憶ない家でなかなかハードデンじゃなくなってます 虫さんどっか大自然に連れて行って嫌な顔さしてやろういやもうさ何 <laughs> な,なんだろうね僕愛知県民でよかったなというかさ<ー>自然マジで興味ないんだよ、ね、あーまあまあまあちょっと俺,俺は結構自然は好きだから、うん、まあちょっと歩くとかは好きだからさいやなんかその作られた自然は好きだよ。 ここ綺麗空気綺麗でしょいうほどありますんで歩いてください,いそういうのは好きなんだけどさ森の中にずかずか入ってってとか,なんかそういうタイプのさなんか自然ですごいでしょここ秘境なんですよみたいなのマジでいい早く帰りたい,たい,い通りか絶対連れていいねもうなんかの企画で連れてこういや別にそんなあのそ,そこで連れてかれて悪口を言うほど,、ね、嫌,いいど嫌いじゃないよだって別にいいもので悪いじゃんただ 優先順位は異様に低いですよそれ,いやそれならも別にいいやって動画とか写真とかで見た方がすっごく綺麗じゃん確かになあの、うん、上手に 4K で撮ってるよな,うなよ動画とか写真で見た方が綺麗だとだあでもそれだと俺の,あの4月の頭ぐらいに行ったあの沖縄の島と一緒だわ<ー>俺もなんかすごい行ってなんか俺も島の生活っていうか無理だわ、うん、その生活っていうか島で遊ぶこと無理だなってああ<ー> <laughs> <laughs> ってだってもうご飯屋さんが10時に閉まるうん、うん、でしかも予約しようとしたらごめんなさいあのホテルに泊まってる人がたくさん来ちゃうんで、うん、無理ですって全部断られたえどういうことだからそこ店が数店舗しかないからうん、うん、ホテルの満員だったのね俺の泊まったホテルがうん、うん、そこのホテルの人がやっぱ島の飯食いたいっつって飲食店行くんだって、うん、そうするともうそこで予約いっぱいになっちゃう早い者勝ちなのえっ何で俺 一島来たかよってなっちゃう。そうすも不便を楽しむんじゃない。不便を楽しむや別絶対本当の方が良かったなって思っちゃったねビーチとかで遊ぶとか好き。嫌俺は。僕ピッタキャ。おいビーチなんて最高じゃないの。いやもうまマジで何あの砂っていう。うん。てかあの砂いいやん。砂にさついて塩 じゃんあの海水じゃん、うん、ベタベタになるじゃん、うん、何いいやんベタベタになったところに砂がつくそれを覆すほどのああバザーとか音とかでとか気付いたらさ日焼けしてるやん、うん、シャワー浴びるやん足に足についた、あのー、砂をこう水で洗ってそんでよしスリップ履くかって言って履いたら履こうとしてて足ついたらそこにまた、あのー、砂つくやん <laughs> そうだわハワイ行った時もなんか俺ととしみつだけビーチずーっと行っていたけどミツさんだけ「あ,あホテルいるわ」るわ <laughs> ね、でしかもホテルのエアコン聞きクソ悪くて真面目がついてた暑いしなお前でい僕はあのなんだっけカップヌードルーーカップヌードルをさあのー 高い金で買ってさ、そんでホテルでなんかで食ってたわ。<laughs> 日清のカップヌードルね。<laughs> ねどこでも。<laughs> この家いたほがいいわ。で、しかも、お湯、なんていうの、日本のホテルだとさ、ケトルなんて当たり前にあるじゃん。んんなくてさ、んなんか、かコーヒー、コーヒーをこう、じょろ、じょろって抽出するやつあるじゃん、うん、コーヒーマシン。そこの、あの、コーヒーの、こう、受ける、この、なんていうの。この、コーヒー貯めるさ、やつあるじゃん。うん、あれをどかして、あそこにポンと置いて、ちょろ。 ちょろっという上から垂らして、ちょっとずつ完成させるっていうので。何しとるだ。あんたは。ね、日焼けしたらやだね。体に悪いし。ね、分かるわ。海は嫌い。俺も。まあ、ね、僕も C いて言うなら、山だな。山だな。本当。どっちかと言ったらぐらいか。川も嫌い。川も嫌い何なんだ。

この海っていうものをこのボーっていう船で「オラーって言って魚をダーンってこのね技術のが詰まった竿で「うー!」って釣ってやってるのが自然面人間様の力だって自然の上に立ってるからでもなんか海で遊びましょうねだとねなんか向こうの懐に入ってるからそうそう海に遊んでもらってる感じにしちゃうやん <laughs> い,いやん別にあとあの <laughs> 海偉大なんだから海の端っこうん 汚いじゃん。もう止まんねえな。あの自然への文句ク。カみたいなえーって出てる貝殻見るとそうそうしちゃうも。あのなんだあの火山火山のミニチュアみたいなさやつ。なんかなんいいやんあれ。波がこう。汚いところあるところ自然野。いやあれきついわあれは。でもまあまあまあね。 海そんな海悪いと思ってないけどもね、うん、まあ苦手だよっていうだけですから、ねうん、私たちは、はいえー、今夜も「東海ラジオ」聴いてる人はつぶやいてください。東海ラジオ